パーチャマでございます。今回のアップデートでいろいろ変わりましたけど、今後のアップデートの予定っていうのをコナミがはっきり明確にしました。これやります、これはやるって言ってたけど未定にしますとかね、それ見ていきましょう。皆さんの意見をね参考にやりましたよと。2023年春予定、選手の保有枠の大きくする。今まで500人だけどもっと大きくします。で、既存選手ね、エピックとかじゃないよ、既存選手へスキルを追加できる機能の搭載、スキルトレーナー来るぞと。これめっちゃおもろいから、あのフォワードだったらフォワードのスキルを1個ね、空いてる選手、マックス最初から持ってる人にはできないんだけど、空いてる選手にスキルトレーナーっていうのを使えばランダムで攻撃のスキルがつくのよ。スパサブがついた時は嬉しいし、ヒールトリックがついたら残念みたいな。めっちゃおもろいよ。これは昔あったやつ。めっちゃ、これはもうみんなが待望にしてた。で、選手の契約期間を更新するアイテムとその入手方法の追加。で、今んとこ、取った選手は365日で契約が切れちゃうんですよ。で、それを更新しようと思ったら、まあ、60日間の延長チケットが、e フットボールポイントで、家庭用だと5000ポイントかな。で、ってことは、ほとんどね、契約ができなかったんですよ。で、引き継ぎ、結局それ引き継ぎないってことじゃんみたいな、1年間しか使えないんじゃんっつって、みんな切れてたんですけど、それを更新するアイテムと入手方法の追加するということで期待できますね。で、23年夏予定、これが春で、この今言った3つが春です。で、この次の2つは夏。 GP を使用したタレントポイントの振り直し機能の搭載、これめっちゃ良くない？振り直せる。ドリームチームのベンチメンバー人数の追加、これどう？ドリームチームのベンチメンバーの人数の追加、これいいよね。人が増えるってことでしょ。で、何よりね、 GP を使用したタレントポイントの振り直し機能に関して、これめっちゃいいのが、まあ YouTuber 的目線だと、今まではねガチャで出たその日か次の日ぐらいしか需要がなかったんだよ。もうみんな育成しちゃったから、誰かの育成の動画って。だけど、いや、やっぱ後から考えて見直したけど、ビエラこんな強いよって、あ、てかビエラ売らなきゃよかった、ガチスカブルロックやめます。それが後からでもこのビエラ強いぞっつって発見できたら振り直せるし、みんな注目する。ビエラ売らんけどよかった、まあ、そんな感じで。なお、これまでご案内していた各機能追加については現時点での搭載時期は未定となっております。ご案内ができる状態になり次第改めてご案内させていただきますということで、まあすごく意地悪な見方をすればやらない可能性も出てくるってことですよね。一生未定にできるんで。それがマスターリーグの搭載、コープ対戦機能の搭載、エディット機能の追加、まあユニフォームとかをね、とかエンブレムを自分で作ったりとかするのがエディット機能。マスターリーグっていうのはオフラインで自分の好きな選手を作ってこうクラブを運営するみたいな。で、コープっていうのは2対2とか3対3で試合するみたいな。これは結構人気でした。あと11対11もコープになるのかな。クラブナショナルで使用できるチームの拡充、増やさない、ライセンス増やさないよと。家庭用版同士でのクロスプラットフォーム、Xbox とプレステとかね。家庭用版とモバイル版でのクロスプラットフォーム、モバイルと家庭用クロスプラットフォーム、モバイルのコントローラー対応。この 1,2,3,4,5,6,7 つはまだ先だよって。一応なんかインタビューとかでは、コナミの人は、アカウントの共有、モバイル、家ではプレステでやって、外に出たら同じチームを、同じアカウントをモバイルでやってみたいな、そういうのも作るって、すいません、インタビューでね、答えてたんで、それを俺一番期待してたんですけどね、それがどうなるのかみたいな、まあ、復元されてませんみたいな、まあ、そんな感じで、今後のアップデート、めちゃめちゃ期待できるやつなんで、どんどんね、意見言っていきましょう。そしたら、コナミさん、こうやって変わってくれますんで、本当によかった。特にスキルトレーナーとタレントポイントの振り直し、やばい。これはやばい。ドリームチームのメンバーの人数の追加もね。で、これだけじゃなくて、これは多分意見が多いところで、これ以外にも細かいところ変えていくっていうのはもちろんやっていくと思うんで、期待して待ちましょうと。コナミさんが生まれ変わりました。信じてよかった、コナミ。ということで、今後ももう絶対楽しくなる e フットボール。みんなで楽しんでいきましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。